俺も録画します。もう。こんばんは。お前ら録画。お前ら録画ぬ。こんばんは。パビコさんと、トロさんと、ネモさんと、ヨンマーだよ。お、やったるぞ。お前ら潰してやるか。そういや、NVIDIA ベータ版にしたら、左側になんか、自分の PC スペック出るようになったって動画に載るんですよね。これからか。消せないんですよね、それが。NVIDIA？うわ、前から。NVIDIA ベータ版にした。はい、シャドウプレイのあれ、ベータ版にしたんですけど。あ、ベータ版はちょっとまた変わりますよ、仕様。なんか、あれの表記なくせないのかなと思ったんです。あの表記はね、消せないんですよね。マイクをどんどん下げられるとドヤーできるぐらいの PC スペックあったらあれ常に出しててもいいのかもしれない。恥ずかしいと。いや俺一応今時で無難な PC スペックな気がするんで。ほうプレイヤー手が進んだ。ほう、え、いや逆にスペック低い方が面白くていいんじゃない。いやこのスペックでやってんのかっていうか97丸いんだよ。プレイヤーはい、一応970なんですけど、今970当たり前なのかなって感じ。当たり前じゃない、当たり前じゃない、当たり前じゃない。なんかみんな980積んだぜとか、どやーみたいな感じなんで。あれはちょっと、それは連中ちょっとおかしいんで。誰かさんに限っては9803枚積みとか、9703枚 ?980 3枚 ?980 3枚、あれもモンスターなんで、関わってはダメです。あれも別次元なんで。静寂に包まれている。いやもうだってなんかドヤ言われるって。バイク買えますよあんなもん。すごいよ。そんなん言ったら俺750Ti だしな、うん。その辺のスペック全然わからないですからね、パソコンのこと。とりあえずお金積みはいいんでしょっていう感じで買ったっすから。すまん。お、はよ。じゃねえか。ほら早いじゃん。安いピンドラツモピンフドラドラ。いや安くても早上がりして何本じゃないですか。早いな。様子見で。あと俺早上がり親だったからで半ちゃんだから早い方がいいわな。いや半ちゃんじゃない、トンプーでしょこれ。いや半ちゃんでこれ。えトンプーでしょ。半ちゃんですか。あトンプー、あ半ちゃんか。半ちゃんだったらまあいい。じっくりやった方がいい。そうだよ。軸が上がんの前進。軸やったほうがいい。場は膠着状態だ。実況うぜえな。実況オフできますよ。あ大丈夫。マジで。オンにしとくわ。面白いじゃねえか。オンの方が笑いが。これで一歩前進。これで一歩前進。これで一歩前進。プレイヤーこれでいい射線だーとか今。おっとーっ。つもぎりが続いてしまった。なぜ角を。やべえ、面白いこれ、マージャン。やばい、ちょっとときめくな、4万。いやあれだよ。いやー、いいなー。でもこれ、ちゃんとジャンパイ触りたい。ね。自分で触りたい。あれですよ、やってる方がね、やってるかな。パピコさんだからね、はい、売人だからね、パピコさん。なんでです、そんなことない。そんなことない。俺変なイメージ、変なイメージ植え付けられる。夜の街を、雀荘さまよってたって。いや、雀荘はさまよってないですからね。出禁になった店もあるって。おお、泣いた。天狗だろ、天狗って店に出禁になったんだろ。なってない、なってない、なってない。しょうちゃんいるじゃねえかよ、それ。むせちまったじゃないか。あ誰だ、パリコさんがポンしたのか。ここも我慢した。これうわなんだこれ。対面想像を出している。俺想像しか落としてねえじゃねえかバカ野郎。ダメってお前切り方間違えたろうが。ガクチャどのように打ち回してる。テンポンで完全に俺間違えたじゃねえか打ち方。頭の中の少女が少女ちゃんが。うん、迷惑かけて退治されたんでしょバピコさん。そうじゃんね。各社相手の出方を伺っているのか。下手な技使って顔荒らすやつがいるんだよ。頼むよ翔ちゃんって言ったらバピコさんが。俺が言うんですそんなこと。下手なお引きで暴れ回ってて。プレイヤーここで C。ああ。もうピンズしか死んでねえよ。おい、開けやがったぞ。で、噛んだと。タロさんが、3万じゃねえか、知ったの。
あ、あんこ、あいつあんこバターズは。あ、上がっちゃった。うわー、はやっ。マジ。あのリーチしないし、クソみたいな手だから、リーチしときゃよかった俺。クソ。やるか。いやでも、何どこ？あ、クソ、なんかみんな順調に親流すな。シャボか。いやでもネモちゃん、そこはね引っ掛けリーチしない限りね、リーチしない方がいいよ。今はね。ダメってね、様子見てるからあれだけど、まあね、今の手配でリーチかけたら絶対出さないよ、もう。まあなんか微妙なとこだな。さあ俺の親、あなたがアホです。いやでもリおったな、タロさんが開けちゃったからさ、あれリーチかけたらお得だったね。上がれたら怖いね。怖いね。てか結構何の抵抗もなく感じてびっくりした。びっくりした。いやだからあんこバーだったんじゃない？なるほど。プレイヤーこれで一歩前進。じゃなきゃやらないですよね。いやてか俺カンチャンマジだったんだよ。ありえねえなと思ったんだけど、まさか積もるとは思わなかったでしょ。よかったじゃん。うん。プレイヤー乗っている。ここでチー。プレイヤー波が。うるせえなマジで本当。じゃ綺麗お前。左にボタンあんだろ。チー。チーポンのボタン押せるんだったら押せるだろとこの実況。何言ってんだよ。やばい。おっとここで歯磨きを始めたみたいな。いらない、いらない。お前がやってやるよそれ。切れない実況やったら。どんなドラマが待ち受けているのか。切れない実況やったら。ほら。あ、ハック捨てちゃう。ハック捨てちゃう。ハックしてちゃうっていうか、もう2枚出てたんだ、マジ。そう、2枚目出たから、もういいやと。俺も一応大事に育ててたんですけど、いいやと思った。このパピコ畑はもう潰してきたって。でかいかもしれない。少し場が落ち着いてきたか。ジャンクはやろうめ。これ。もう一回ジャンク全部見直そうかな。あ、プレイヤー。あ、俺の番飛ばされた。そんな子供みたいなこと言うんじゃない。スキップされた、スキップ。あー、そうきたか。まいったね、甘いとこ落としちまった、怖えな俺。あとで謝るわ。なんで。あ、そうなっちゃう、そうなっちゃう。いただき。うわー、やるがネモさん。やるが、まあ、上がれりゃいいんすよ。ダマタンか、やるわ。あ、チートイか。チートイ？かわいい。チートイで数万よく直撃させたね。リーチさせな。そこにあったのか。だって数万待ちだもん、絶対リーチしねえよ。絶対、なるほど。安心して待ってたわ。3ピンになりました。そうだよね。やるか。黙ってのネモって呼ばれてたからね、前ね。やるか。ほんと、前はね、何でもすぐリーチするバカリーのネモだったんだけど。そうだね。やめたんだよね、散々してきたって、タロさんにもてあそばれっからもうやめなって。静寂に包まれている。やるがー。そっからもう黙って黙ってのねもの。怒られた子供見てね。やるがー。散々怒られた。これで一歩前進。タロさんの画面でキュンキュン言ってたのか。え？ネモさんの画面でキュン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 って言ったのか。なるほど。そうそうそう。こういう演出なんだね。パチンコしか思い出さないですからね、あれ。ああ、そうね。プッシュとか。次の親もすぐに来るよ。チープレイヤー。危ねえ。どうなってんだこのチー。大島さんよく吐くときはね、いや、俺あんま泣かないよ。泣いてんじゃねえか、さっきからポンってやっていいとかよ。さあ、俺の中の泣きの竜がそうしろって言うから。うわっ、マジで、やまり早いな、これは分かんねえ。こんな振り込まねえだろうな、誰も。これは分かんねえ。言いながらね、気持ち悪いところで待ってんだろうな、きっと。ドラマもクソもねえや。怖い。怖いとこ。判断しづれえな、あれ。いやもう分かんないよ、これ。運だよ。うん。でもね、タロさん、地獄マジックだもんね。うわー、これ怖い。いや、だから、数値だからだよ、それ。両面の可能性低いよ。アンパンパイ。うわー。あー、そっか。振り込んだら相当運悪いよ。俺、それすっげー自分に対してのフラグが立った気がして怖いわ。結構振り込むんだよな、そういうところ。
やばい、怖い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 、ほんと怖い。おい、逃げれるぞ。支配マッチはないべ。よしよしよし、もう流すんでも意識テンパいかなきゃな。出だしが遅いからここでちょっと取り戻さねえとな。嘘、どこで待ってんだ。多分そくりだから変なマシになってるかもしれないよな。アンコかシャボか頭か気持ち悪い形になってるのかもしれない。どこでリーチかけてるのかわかんない。少し場を落ち着いてきたか。本当に2人とも上手くなったよね。だからね、ありがとうございます。先生、焦った。タロさんに教えてもらったんですよ。うわー、各ちゃんどこに打ち回していくのか。はい、もうチュン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 。うわー、ど真ん中切りやがった。ここか。あ、引っ掛けリーチじゃん。これはね、やるか、タロさん。無理だね。やっぱり俺振り込んだ。すごいすごい、タロさん引っ掛けたんだよ。ねか、リャンワン切りでウーワン誘ったんだよ、これ。すごいね、タロさん。あー、やるが。あ、まあそれも一気に考えてはいたけど。面白い。やるじゃん。やるな。でもまあまあ、でも真ん中はまず出てこないから、積もっちゃうか。いや、真ん中かなと思ったけど。あ、でもそうね、リーチかけてたら、ね、序盤で結構切りたい牌だったんですよ、あれ。なるほど。次よかったね。面白いね。あ、面白いね。でも別に上がれなくてもいい、良かったからいいんですけど。いや、でも序盤にやられちゃうと気持ち悪いからね。そうそうそう、それでみんなのね、テンポを崩すのが。ここで C、あれ参ったわ。これで一歩前進。俺結構リーチかけられると気弱くなっちゃうからね。ここはドラを引いた。いや、やっぱ当てられるよりはね、うん、そこは振り込んじゃうよりは逃げちゃった方がいいよね。まあまあ、太郎屋なんだよな。ここはドラを引いた。腹親。お前どうした？ドラ三連打だぞ。端端っぱいで集めてたろ。どうした？ドラ三連打。端っぱいで集めてんだろ。お前ドラ三連打だぞ。マンお前捨て牌でマンガン作るぞ。プレイヤー。バカ野郎。もったいね、切り方してない。つまらなかった。マイクのボリュームが安定しないよ。どうなってんだよ、パパ。いやー、あー、そこ来ちゃったか。お前ら俺の自敗をいじめるなよ。風っぱいをいじめるなよ。嫌がらせだぞ。オン、シモチャ、ホンダ。うわー、いや、甘いとここぼれすぎたぞ。お、それを泣いて三蔵切り？なるほど。あー、もう切りたくない、切りたくないけど、この段階で処理しとかないと危なくなる。ネモちゃんが、なんだ、場に緊張感が漂っている。ハイヤーを食いたんにするつもりか。あー、よいしょ。まだまだ場が温まってきたばっかだよ。あっか、怖いな。でも軽い手でポンポン上がっていかないとダメだな、これ。少し場が落ち着いてきたか。チーうぅ、あ、太陽だ。あー、いや、はい、3色でしょう。あ、ローチパー、ローチパー、ほんとだ。やばい。あー、もう危ない、ほんと危なくなってきた。使えない針が入ってきやがる。危ねえ。じゃあどのように打ち回していくのか。やべ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 、俺徹夜だったらもう運ないって言われてるわ、俺今。プレイヤー、これでリアンシャンテン。あんたーって言われてるよ。うん、いかんな。くそ、こう中途半端に入るのがとっても危険なのである。いや、いいシャンテンだ。ローチパー、あー、そこか。やべ、ローチパーまで怖くて切れねえな。いいよ、怖っ。ほら、ダメか、ダメか。うわー、後付けしちゃった。こいつ早く上がるためだよ。後付け飛んだ。そこを切っちゃうのってことは、あー、ネモさんめんどくさそうだな。振り込んだら楽しそうだぞ。ワンタン、うー、切れるかこれ。勝負通せ。あ、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 よかった。場を制するのは一体誰なのか。あと3回か。あ、あと5回か。あ、ここあと4回積もれんの。あと1枚が来ねえな。あ、それは泣かしていただこう。なに、やっぱタロさんピース集めてやがる。気をつけなきゃ。タロさんね。あ、ダメこれ。
ぽいぽい。息を飲む攻防が続いている。なんだ太郎さん。あぶねえ、どうしよう。サブロー中。時間ない。問題よ。通ったか。怖い。危ない。振り込みそう。ネモさん、そういうことだ。ネモさん、やられたぜ。お前、この順で。テンパってたのに、くそー。この順ちゃんか。ダメよ。安定だけどね。惜しかったな。逃げるまんまだって。俺、パピコさんから出ると思ってたのに。俺のやいやワンズー、ワンズーは一応、取ってなかったからな。もうまた微妙な手、本当に。安定だから降りてもよかったんだけど。面白かった。マスオさんが出てきちゃうよ。いや、何なんですか。何なんですかこのお父さん、何なんですかこの手は。パピさん。どうしようもない。あよ。やべえ、なんかまだこんなあんのか。全然これどうしようもない手なんです。安上がりだからね。よちよち歩きだからな。うわ、タロス、タロさんが掃除のせいに入ってるぞ。なんだあの間が静寂に包まれている。ちょっともう様子見るか。それでリアンシャンテン。俺も今言わない到着状態だ。これで一歩前進。ここで我慢だとか言ってる、ね、ここでも我慢。うるせえよと思う。うるせえよな。うるせえわと思うな、あれね。OKOKOK。 はい、大丈夫。はい。なんだよこれ。一番最初に仕掛けるのか。ここはスルー。こう来ちゃった感じか。あんまりこうやって打ちたくないんだけどな。ああ持ってたか。誰か。すごいな、怖かったな。じゃあいらね。プレイヤー。まあ、そうやな。うわあ、おやべえ、俺のバント忘れた。やべえ、トイトイか。おい、いい層使えなくなってんじゃねえかよ。しかも赤ドラ吸ってるってことはもういいや。いや、もう早上がりですよね、とりあえず。チュンチュンで役作っちゃえって感じ。タルさんがね、ウーピンとか真ん中ポンすると怒るんだよね。ここも我慢して。お真ん中ぶった切っじゃねえよって。ぶった切られちゃうじゃん、だって。よく言ってて。最近その気持ちが分かった。もう、チュンのミネ役でも上がっちゃおうかな。まあ、それでもいいんじゃない、正直。ダントツビリだから流れ変えないと。やばい、もう俺ダメだ。どうしようもねえこれ。いや、そんなことの、そんなこと言うんだったら俺そうしますわ。おい、チュン伸びたぞ、あれ。おい、チュン伸びたぞ、怖くねえぞ。あれ、もう親流せ状態、親流せ状態。笑った。チュン伸びた、あれ。怖くねえぞ。俺の親が。俺の親が流せ状態って言うから、本当に。そうだぞ。本当にクソみたいなセルフよ。ババドラが入ってる。とりあえず上がる。ドラでも抱えてんのか。とりあえず上がる。でもドラ切ってんだよね、手前で。緊張感が絶対ないよ。ふざけんなよって言われる手で上がってやりますよ。わあ、もうやないよ。少し場が落ち着いてきたか。わあ、ろ、あーこれ、あれ、アンパイだぞ。泣けよ。ここでも仕掛けない。ピッチか、大丈夫。でもノーマークでいいかな、バビコさんは。ノーマークでいいと思いますよ。上がられても一切痛くないですからね。やべえ、タロここをしのげるの。シャー来いや。わあ、やべえやべえ、タロさんが怖い。これは積もれる。積もれって思われるようなあれじゃないですかね。ピンズが積もれる。あ、一発やマジでやる強烈な積も上がり。
サブロー、この早上がり狙っても上がれねえのか。やばいね。一発。おお。おお、約束だ。おお。やるな。これ上がったらドラさん乗ってたんだ。すごい。リーピンがただのリーピンが一発面前ですごいことになったね。ドラついて。ドラ乗ったからよかった。トラ乗るってことはもう上がれる。なんかパピさんが1万5000円しか持ってないサーファーの男の子みたいな。俺の感じ削り殺されてるねこれ。まあでもまだまだそうですよ、3、2曲だから。まあまあ俺こっから巻き替えますよ。そうだよ、ジャンクマだから漫画一発当てればねひっくり返るから。100万一発で誰か飛ばせば。もうねここで100万の話をするやつはねもうバッタだから。もうダメだよ、もう夢見ていくから。本当にもうしばらく無視でいい。それはトン1曲で100万出して一発で終わせる。100万を歌い出しとこ。ここで100万出したらタクひっくり返そうぜ。おい兄さん、おい兄さん、なんかやったなって。タクひっくり返しちゃダメだろその時は。ダメだ、俺もちょっと夢見がちだ。やめとこ俺、真面目やろ。お、早い。おやりが入った。果たして追いつくことができるのか。おやり、わかんない。ライジングさん13枚持ち？いや、でも即利かけてんのかな。中ピン、ウーピン警戒だな、これ。の周りを警戒だな。うん、あ、中ワンピ、ウーピン警戒だな。どういう整理つけてきたんだ？即利なのか？いや、ぶれかぶれじゃん、即利。やぶだ、やドラ通るのか。破れかぶれもあるな。単純にマウス操作しなくていいっていうリーチかもしれないですよ。あーまあもう時間なくなっちゃう。あー怖い。いや椅子があるからな。なんだよこれ、怖えな。切りたくなかった。よし、じゃあイーソー通る。あ、一品通る。通らしてもらう。あー、ここは落とそうかな、じゃあ。そっか、少し落ち着いてきたか。チー。トイメン、ここでチー。チー。どう落とすんだ。うわ、なんで。やっぱりだよね。だよね。なんでネモさんドラだなんて。ドラで上がった。ドラで上がれた。あ、リーチじゃねえか。リーチに対してドラさん。リーチ、ガンヤオ、ドラさん、バンヤン。なんでリーチかけてるやつにドラなんか入れるかな。しかもドラかけてる。よし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 。パッツァンの捨て範囲に想像なんかねえじゃねえかよ。警戒してくれよ。頼むわ、バナレル。分かんなくなった。プレイヤーはなんちゃです。でかいって貼ってたの、デモさん。いや、でかいってではないけど、早く終わらそうと思って。先輩とも一個も捨てられてなかったんで、来るかなくらいの勢いで。いやーね、高めに、おいでにつけたな。あれが 2-2 とか 3-2 とかの街だったらすごいよ。逆に引っ掛けない。全員射程圏内だぞこれ。ほら、全員タロさん射程圏内か。重い空気のまま場が進行している。誰が一番最初に仕掛けるのか。そっか、何か、そろそろピッとしていこうかな。プレイヤー、こうね、あら、あれかな、さっきのも面白かったな、録画楽しみにしてよ。ぐちゃぐちゃ。いや、まだ勝負はついてねえからな。ね、うん、いや、でもさっきの場で、こう、上がってきたからね、パピッポさんが、チャレンジャーとして。うん、やんめん待ちぐらいだったらいけるかなと思って。制する人物は一体誰なのか。いいね。いけたもんね。いけましたね。いけたもんね。乗っかりましたからね。超甘いところ。あれはびっくりしたもん。目疑ったもん。甘いたかったわ。これはいけるかなって、どんだけ肝振ってんだよ目と思って。でも学習できて目覚めてよかったんじゃないの。あれは通らねえよ。通ったとしても打っちゃいけないよ。怖いよ。いい勉強台になったな。人数を連打している。
雲行きが怪しくなってしまったか。やべえやばいやばい。あー切ってんのか。各社相手の出方を伺っているのか。パピコさんが結構抱えてきてる気がするな。おお、なんだ。緊張感が漂っている。ああ、マージャンそこまでようわかんないからな。プワプワっとしてんな。うわ。少し場が落ち着いてきたか。あ、失敗した。マジか、つまんねえことなってんなこっちも。あ、気をつけろ、怖いぞ。マンズこぼれ出したぞ。パピさんの手からマンズがこぼれ出したぞ。やってらんねえ。付き合ってられんかこんなもん。あーくそー、どうする、整理するか。でも何になんだよな、逃げたくはねえ。うわ、怖っ怖っ怖っ。どうなってんだ。下茶、薬杯切って後付けとも思えないしな。どうなんだろう。ミチェがポンするか。ポンポン祭り来たな。いやだからちょっとロン通して。ダメかやっぱりやっぱりダメか。危ねえ、やっぱりダメか。やっぱりほら見ろよ、ずらっとマンズ揃えてやがった。サワコじゃん。サワコなんすよ。ダメだった。待とうか思ったんすけど、さすがに来ねえだろうなと思って数案狙うのやめました。やるが、俺の甘いところ誘ったな。リーチかけたら絶対切らなかったもん。はい、リーチかけないでいきましたよ。やるな、面白いね、マーちゃんね。やばいぞ、やばいぞ。面白い、楽しいよ。危ない。いや、よかったな、今の。ちょっと納得のやられだったな、楽しい。誰が一番最初に仕掛けるのか。普段切らないところを食われてしまったよ。プレイヤー、これで一歩前進。うっそー、まだまだパッチョさんに満貫直撃で1位になれる。満直で1位になれる。国士無双13シャンテンだわ。ダメだねーか、完成形だね。そこ待ってみたいわー、13面待ちしてみたいわー。やってみたいよね、おも中連ポート13面待ちしたいよ、俺だって。あ、13面待ち、9面か。ああ、カンパチしかしたことないもんな。バーは膠着状態だ。数案短期待ちだってやったことねえのに俺。もう数案さっき行くか迷いましたもんね、本当に。いや、行っちゃダメだよ。現実的に、うん、あれでよかったと思ってる。はい。行っちゃダメだよ。そういう夢。多分あそこで数案狙ったら降りてるのと一緒だもんだって。上がれてないっすね。せやな。ネモさんはもう100万作っていいよ。もう好きに打っていいよ。ネモさんは自由に打っていいよ。自由に打っていいよ。ネモさん好きにしていいよ。どうせもう勝てないからって。いや、まあ勝てるもんね。どうしていくのか。ここで俺が親を伸ばすって。グイ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 親で伸ばす。あれ、プレイヤーここでチー。泣きキャンセルってできねえんだな。気をつけなきゃな。マジで？いや落ちたんだけど。ああ、そっかー。キャンセルボタン通用しなくなっちゃった。各社相手の出方を伺っているのか。まあそんなんで崩れる私じゃないですよ。ああ誰なんだよ。大丈夫です。ああかなんか。なんか喉飴の CM の人みたいだな。相撲切りが続いている。A6 スケの。A6 スケみたいな。俺の中の A6 スケが。この野郎。ここも我慢した。なんだそれ。俺甘いとここぼれてきたぞ。フォーエバー6スケでしょ。フォーエバー6スケ。いいシャンテンだ。あ、A6 スケか。そうパピさんが、ソーズ甘いとこぼして、で、あれだぞ。またマンズがなんで1枚もねえんだよ。いや、引かないんすよ、単純に。さっきの再現か。怖っ。この野郎。お前みたいなね、して、逃げるのが大変なんだよ。ふざけやがって。そうね。本当に偏った牌しか引かないんすよ。そういう時ってあるよね。よろしくねえな、これ。なんだこの手。
くそみんなそうか、やーべくそみたいなこれ、息を飲む攻防が続いている、こんなんじゃリーチできないよ、人なし入れてんのってことはテンパってんですね、待ってるんだよ、テンパってるけどこれはリーチもできない、上がれないもんじゃ、デデデン、あーやダメ、うん、あー感謝だった、ここで噛んだ、マジで、あーこれか、うわーこれ吐いて狙ってる、あいつダマ だ、あいつダマだ、ダマてんだ、ラス大丈夫、このまま静かに場が進行していくのか、やめて、こわさ、運命だ、なにこれ、ダメだ、形式テンパイも狙えない、はい、ちょっと、リーチしてれば、リーチしてれば当てられたのに、お前ラストだ、ないよね、積もったし、え、嘘嘘、レジェンド、手変えてなきゃ積もって上がってさ、ああそういうことか、うわ脳天や俺、お前最後に赤ウーピン引いてきちゃってよ、テンパイ崩したわ、あー 短期待ちですか、太郎さんどこ、いやね、ローワン引いてきちゃってこれちょっと切れねえなって思って、まあ、あーなるほどなるほど、3ピン待ちだったんですよ、あーでローワン引いてきちゃってちょっとローワン切りたくないなと思って、ギャンブラーだね、最後に缶開けるなんてお前自分だけ吐いてもらって帰ろうみたいなねそれで履いてやって、それでリーチかけたら次ネモさん振り込んでたんだよ、それも危ねえ、あー危ねえ、リーチかけてなかったから、サルさんの視点楽しみにしてるわ、はぁーと思った、プレイヤー、まあでもしゃない、なんで僕親流れただけ、なんで俺だけしか麻雀してないのはた、いや、たくに2杯あったから、うん、俺まだ1回も捨ててねえなって思っておかしくねえなんで俺しかマージョンしてねえ、なんだだろう、マギさんしかやってないおかしいなと思って、よし頑張っちゃうぞ、ほら泣けよ、三元杯持ってんだろアマちゃんよさすが太郎さんだね、もうどうしようもねえわうわそうだね、ちょっともうちょっと考えて手作りすればよかったね、各茶どのように打ち回していくのか、ちょっと人のあればっか見てた場合じゃなかったね、うわ各茶相手の出方が上がっているのか、こいつ真ん中の支配構造だもんだね、まだ食べれるでしょそれっていうのをボンボン捨ててるからな、ひどいお前らが欲しくて仕方ねえのだよ、もう うちじゃ参拝だけど、あれ集めてるのクソってなんだろそれで後付けだから最低の、あー少し場が落ち着いてるなんだよこれ。さ、ロ。うわあ早か。もうアップね。次今日とか。いやでも安いよ。3点か。ちゃんとファミ2000点。なんでチューン鳴かなかった。いやあとから入ってたのチューン。うん、ああそうなんだ。ああし。ラスオヤ。やばいやばい、ね、マジ言わないとやばい、何さんだ、よし親だ、まだおろしちゃうで、先ほどは軽く上がりを決めています、暴れさせるかよお前らばっかり、好き勝手させるかよ、さてと満足するからね、お前ら静寂に包まれている、ぶつけてから誰が最初に振り込むのかそれかネモさんが飛ぶかも飛ぶかもしれない、そろそろプレイヤーこれで一歩前進、ボケないっていうもうやばいよこれ、もう震えてるよ、帰っていいっすかって感じでしょ、ネモさん場は膠着状態だ、保管桶に片突っ込んでるよな片突っ込んでるよ、ね、だかなりバイヤーです、ああここは統一落としこの切りが続いてしまった恨めった
おっと、裏めった。おっと、裏めった。超うるさいよ。おお、やべえ、特許権だ。お前ゆっくり手作れや。お前6000点とか手、そうね、確かに。第3件ですか。第3件ですよ兄貴。そしてガンガンピーズ落としてるけど本一ですか。第3件ですよ俺。染めてんの直球で直行ですか。いや、ハッ、もうハック2枚、中2枚あるからね俺。でも取る初本一って、まああれか、追いつけないってたね。頑張れ。各地はどのように打ち回していくのか。おお。さらこうしとこうか。チーチー、ここでチー。あ、お前本一じゃねえかよ。おめえ、お前どう見たって本一じゃねえかよ。逆転目じゃねえぞ。頑張れ。あと 2曲しかないからね。頑張って。もうてかネモちゃんチーしなければ初勘できたの。あ、できない、あ、できなかった。ごめん、間違えた。頭につくか。よし、ネモさんとじゃあ最後に勝負で。おぉ、あいつ確実に染めてるの。絶対よ。何なんですか、あの人は。バレバレじゃねえか。竜一層やれ、竜一層。ちょっと、俺掘りたくねえから、当たっといてやるか。どうや、ほら、リアンソだぞ。大丈夫だよ。うわ、何これ。場に緊張感が漂っている。ドラ持ってるわけねえよ。だってあいつマンズだもん。ここはスルー。いや、マンズだもん。ここも我慢した。あ、でそうそうスルーだもん。そうだな。一応初で上がるかった俺。本当にそうですかね。でも本当にここら辺切れなくなってきたぞ。ネモさんと勝負してやるよ。いやー、ネモさんは絶対掃除以外で待ってると思う。いや、薬杯もあるからね、待って。ここでも仕掛けない。マジかよ。ドラとかで待ってる。どうだ、どうすかこれ。ダメか、ダメなんか。あ、通った。あ、誰か手崩すから避けたな。アンパイ。アンパイやな。ここは一歩後退。うっそ、この曲にこんなでかい手いらないんだけど。マジで？やべえ、なんで俺実況しちゃったの俺。知らねえよ。やべえやべえ、ちょっと息を飲む攻防が続いている。やめた。プレイヤーネオちゃん勝負。はい。ほい。通して。取るよ。うわ、通った、やった、俺許された。うわ、やべ、そうだ。まず上がれる気がしないんだけどね。あ、でも想像、こんなに想像連打してんのに気配なくなってきたぞあいつ。いや、お前そこまで泣いて上がれねえとかねえだろ。いや、やっとテンパったけどもうダメだな、追いつけねえなこれ。あー、そこはい。うわ、詰まった。おい、うわ、あぶねえ、持ってた。お前そこで待つかよ。あぶねえ、持ってた。フリテンでも切らずに済んだ。あ、フリテンじゃないか。なんでウースも待ったの。フリテンじゃない、やり返したかったの。え、さっきの復讐をパイコさんにしたかったの。どっか3つ来たから、あって思った。ライン4曲。あ、もしかしたら噛んでいいかな。なるほど、中のカレーから。もうやだ、俺でかい手入ったね。もうどうしようもないんだよ、どうしようもないんだよ、手がもう。へえ、俺上がってたら大変なことになってたよ。誰が一番最初に仕掛けるの。逆にちょっと抱えすぎた手だったな。持て余した。場が静寂に包まれている。うーん、プレイヤー早くもリアンシャン点。おお、育てていくか。嵐さん、結局ここはドラを引いた。マジっすか、そっちゃ感じっすか。あー、どうしたもんかな。面白いな。おお、泣いたこのオーラスで。漫画だったらね、タロキチから取れるからな。チー追っかける。ここでチー追いつける。5000点ぐらいのやつひっくり返せるでしょ。そうだね。そしたら射的になるんだよね。3000点とでも直撃すればあるじゃん。危ね、俺もちょっとラストだからパックマンに先輩速度追いつかなきゃ。
太郎さんに3倍マンぐらい当たらないかみたいな。ネオさんもほら、なんだ、羽マンくらい直撃したら、羽マン直撃で引き返せるし、羽マンなんて無理だけど、羽マン直撃頼む前。あえ、各地はどんな上がりの形を思い描いているのか。おお、プレイヤーイーシャンテンだ。実況がちょっと鼻声なのムカつかない。そうなの、お前だ。場を制する人は誰なのか。お前だって鼻声じゃないか。誰なのかちょっと適当な感じで言ってるのがムカつく。そうそうそう、ネモさんの方が気合入ってるか。俺この後デートなんだよねみたいな感じで仕事だからやってきてるみたいな。ここでチー、しょうがねえな。はあ、ハピさん早そうだな。うん、気持ち悪い受けになりそうだ。少し場が落ち着いてきたか。いやもうこれ抜けねえわ。ホンダ諦めた。はい、タロさんは出られない。手では、この手では。ここでチー、プレイヤー、あいつ横でわけわかんないことやってるやついるしよ。あれはね、多分ひどいよ。バカ野郎、俺だってちゃんと手考えちゃってんだよ。なめんじゃねえぞ。俺だってな、トップ取りたいんだよ。俺だってトップ取りたいんだよ。2回いっちゃったよ。2回いっちゃったよ。あーこれでもどっからか。あパピコさんとちょっと仕掛けがかぶってるくさいな。ねえ、いやそれはないんじゃないですかね。いやダメだよ、この段階でこぼれてこねえ牌があるから、これはちょっと仕掛けかぶってるくさいな。うわー、ここで来るか。場を制するのは一体誰なのか。下茶、ここは統一落とし。タロさんなんか苦しんでんのかな。だよ、なんだ。やべ、あと20杯しかねえじゃん。息を飲む攻防が続いて、早上がりで逃げたいと思ったんだけど違うのかな。お、ダメったんねー。なかなか上がることができない。あー、うーん、やっべ、止めてるよこれ、絶対止めてる止めてる止めてる。クソが、パピコさんが。このまま静かに場が進行していくのか。何が欲しいの。言わないわ、心理戦やめて。ポロって言っちゃうから、前からそうだから。何が欲しいのって、うーん、吐くがとかね、言っちゃうから俺。ダメ、心理戦やめて。誰が上がりを勝ち取ることになる。あー、通れ、あ、通ったから、よかった、よかった。あー、ダメか、止めてる、絶対止めてる、これやった。あー、ラストも来ねえよ、俺安牌だぞ。このまま流局してしまうのか。はあ、チェー、逃げられた。あ、いいや、取ってる。ああ、まだ俺に勝負目がある。おお、マジで。ロン。いいね、いい落ちだったよ。あ、面白い。俺だって1位になりたかったんだ。いや、パピコさんと最後勝負したね。やっぱパピコさん止めてた完全に。抜いた抜いた。俺の。あ、やべ、500点負けた。あー悔しいな。面白かった。抜いた抜いた。いや最後3人の勝負になったね。うん、俺も勝負。よしよしよし、今抜けた抜けた。パピコさん、ひどい俺今。ネモさんが止めてた俺の牌。面白面白かった、いい勝負だった。何が欲しかったの、お師さん。え、トンとサブローソーが欲しかったわけ俺は。でもう確実に、あ、サブローソーは俺止めてたね。いやで、パピコさんもサブ泣いてローソー固めてたし、でそう、もう勝負目だったんだ、そこ。面白かった、止めてたね、やっぱり。ね、トンも出てこねえし。あそこでネモちゃんがね、最後にまたかき回してくれたね。俺にチャンスが来たから、また。いやでもあそこで天木さんがトン泣かなかったら俺上がってないですからね。じゃあ太郎さんが逃げ切り1位だったんだ。はい、ね、うん、俺パピコさん、ね、いらんことしたな。いや、これ絶対俺と天木さんで喧嘩になるパターンだな。なんで俺が1位取れたのにっつって。俺もワンチャン来たから。じゃあ最後に、パピコさん最後にトンペルか。あ、いいよ。いいっすね。面白かった、最後と天木さんとの対話。大丈夫なの。大丈夫、ネムちゃん。まあ、なんとか大丈夫。面白かった。まあ、悔しいもんね、これさ。いろいろ。いや、クロスカウンターで、リーチの差で負けたって感じで笑ったわ、最後。
俺のスーツをボコーン殴ってきてドラマだったな。いや軽い手でしか上がってないけどよかったな。ドラマだったな。くそ、俺もあの手だったら、はい、作ったよ。上がったら1位だったでしょ。ルームはちゃんとルーム名がね、ひらがなで助けて助けてえ、いや再選ってボタン押せばできたんだよ。あ、違う、あのそれとね、あのそうそう、半チャンになっちゃうから1、4つ。そう、1、4つ。1、4つ、ルーム名何。助けて助けて助けて漢字ひらがな、いや、ひらがなでボスケて、ボスケてじゃない、助けて。パスワードは111。いやー楽しいな、面白いな。いやいい負けっぷりだったわ、あれは気持ちがいい、あれは俺も降りねえ、あれは運命だったな。あそこでドーンと勝つんじゃなくてギリギリで勝ったのも面白かったな。面白かった、面白かった、うん、まさかの、うん、俺の下茶パピさんか。あそこでそう引いちゃうからね、すごいよね。何何これマジ言ってんの。トンプ、あ、これトンプ戦だよね。トンプトンプ早いよ、速攻。誰が一番最初に仕掛けるのか。いや、ブレんなブレんな、やめとけやめとけ、こんなの。うろそうだ。あ、国士国士来るよ、国士来るよ、みんな見とけ、国士来るよ。やばいこれやばい、国士来るよ。場が静寂に包まれている。やばい、ブレブレだ俺。ここはスルー。ほら、おめえの欲しい、欲しいの、これ欲しいか。やばいやばい夢見ちゃうよ俺、夢見ちゃうよ。馬場膠着状態。ハハ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 ハ。泣いたお前が。ちなみに今ドライオンだからな。え？わあ。あ、すごいすごい。それは泣くわ。あといいことを知りたいよか。テンパってっからな。そう。マジ言ってんの？おう。え、誰が？パクさん？俺が。私だよ。え、お前が？なんで？手を変えます。マンションだから。手を変えます。さすがに国士狙ってんねえわ。いかんよ。やっぱり国士かそれ。国士になったらマジで。あのね、こんな言い方で国士が射程圏なら、もうちょっと怖いから手変えるわ。あるある。あ、ネモちゃん頑張って、そっからあと40杯降りてね。切りたくね。タロス。向こうを破るのは誰なのか。しまった。やべえ、マジで、まあ、これはこれにして、パピさん要警戒だな。ここはドラを引いた。パピさんもやばいね。おお完全ピンズだな。え、どうなんだろうね。あとはもう適当に何でもいいから、食いたんでも何でもいいから、上がりゃいいからね、パプさんは。タロさんが怖えな、マジで。ほらほら、むしろタロさんに振り込みたい。ほら、場に緊張感が漂っている。怖っ。まあでもこの捨て牌だったらウーバーは取るから OK。 マンズキリ、とりあえずパーピンアンパイ。うわ、これ、あ、大丈夫、アンパイだ。タロさんのテンパイもブラフなのかどうかわからん。パピさんが、パピさんがピンズ待ってるかもしれない。うわー、トラはリーチってやつだな。やっべー、ロー中ワンだからやめないだろ、これ。どうだ、どうせマジで言ってんの、甘いとこもこぼれっから。あー、無理だね、やめた。これは通るだろう。嫌だね。いや、嫌な時代だね。嫌な時代だね。
サーブ引っ掛けじゃなきゃ通るから OK。 なんだよもう3人警戒しなきゃいけないじゃないかよ。遁走するよ。これは通るか。遁走するよ。うわこれ怖っ。老中まあゆっくりゆっくりゆっくり行こうよ。通る通る。俺降りた。通れロン。あーだよねー。ちゃんうわだよねー。飲んなよ。ないかな。よしよし。軽い。あ、トイメンパピコさんか。そっか、席変わったんだ。はい。タロさんがドラヨンか。怖っ。タロさん、テンパってねえじゃん。テンパってたよ。ちょっとテンパに何待ちだったの。トン2曲。秘密。テンパってねえじゃん。秘密。テンパってる、テンパって。言わないだけ。録画見るよ、俺。おお。秘密を解き明かすよ。まあ、割りくどいな。重い空気のまま場が進行している。もう夢見ねえぞ。いや、太郎さんが早上がりで勝負してんな。風っぱいだからって。自分の縁するつもりか。前々1位が上だからな。いや、トンプだから。トンプだから。あ、そうか。あ、なにこれ、ダメだ。国士なんか狙うやつは、頭悪いよ。バッタよ。頭悪いね。バッタよ。夢見ちゃったよ。各地はどんな上がりの形を思い描いているのか。うわ、これどうしたもんかな。トイメン、ホンダ。今、ロンに聞こえた。あれ長くなってくるとさ、そういう幻聴聞こえますよね。うん、ここはスルー。ポンがロンに行く。マジかよ、お前ら薬杯切れや。これで一歩前進。ほらもう掘ってた。おい、ツーイソー来るぞ。タルさんの得意のツーイソー来るぞ。ここも我慢した。もうこっからがちょっと絶対持ってると思った。なんだよこれ。俺だってタロさん流だからな。構え方似てんだよ。泣かれすぎてるよ俺。そう。もうでテンパイ追いつけない。急げ。あの辺絶対もう、絶対あの辺持ってんだみんな。走り出せ、漕ぎ出せ、勝負の大会へ。もうダメ、テンパイ。タロさんのテンパイ早すぎる。うわ。うわ絶対切ってたわ。あでもツモのみか。やかへんのか。うわあ、つものみか。押し付けよ。プル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 。そう、いつ狙いたかったのにな。あ、じゃあつものみちゃんね。やかへんのか。プル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 。お、早いぞこいつ。ドラはチュン。ドラはチュンになる。あ、チュンか。流せ。スピード前じゃん。流すか。おー、流すぞ。流すぞ。でかい手なんて考えないぞ。あ、どうすかな。流すぞ。さっきの結構良かったんだけどな。国士国士良かったな。国士じゃないよ、国士じゃないよ、その前だよ、バカ野郎。王様か。やべ、タロさんがまた特急やるぞ。場が静寂に包まれている。高速流しだ。つもぎりが続いてしまった。俺親だからさ、うん、高速流し漫画やって順当に全部切ってるから、まあ、全然早くないっていう。場は膠着状態だ。高速流します。早っ早っ。あー早いな、マジか。うわこれは読めねえ。軽い手で流すしかないっすよ。一巡送りもそれに振り込んだらバカみたいじゃん。じゃあもうやだ、一発目から振り込みたくない。一発はつけねえぞ。場を制する人物は一体誰なのか。もうわかんねえ、これ運だよな。リャン、ウッパー、リャンワン通せ。よし、じゃあここ捨てられんだよ、ダマ。ボン。プレイヤー、絶対切れねえのがあるんだけど、どうしよう、これ。俺もな、中層が気になるんだよな。一陣送って、中層、整理のリーチか、両手。サブロチュー。どっちも危ねえ。これ通せ。うわ、そっち先来るか。各地相手の出方を伺っているのか。
いやーこれきついな。揃ってきたな。緊張感が漂っている。あ、うわ怖っ。いやー拾われた。オンだ。あーあー落としちゃおう。俺たちがさゲーム実況しちゃってるからさ。大城さんかパピさんあたりが落としてくれれば。なんだよこれ切れねえよこんなの。切れるわ。切れるよ。それはまあパピさんできるからね。うん、俺が作ったんだぞその道。簡単に歩いてきやがって。ありがとうさん。俺が削り出して作り出した道だぞ。これ？あ、違った。弱気のパン。ドイツだ。ドイツなんだ。とりあえずポンしてから考えるのやめてもらっていいですか？その通りだな。これは出ねえな。全然上がんねえんだけど。いやこれは出ねえな。それ持ってきちゃった。真ん中か。え、何真ん中か。これは出ねえな。荒らすぞ場を。カーン。マジかよ。お前やめろよ。一発飛びだぞお前。下手したら。そしてダーセン。リーチしろと。いやいただき。あーやばった。あーそっち来たか。ダメか。これはチン。待って誰。チンソーイーピン待ちっすよ。ああ、チートイーピン持ってた。チートイーピンか。誰チュン持ってた？俺チュン。チュン持ってなかった。抱えてた俺も。タロさん抱えてた。いや持ってない。最後引いてきたどうしようと思って。切れないね。リーチかかってたら。ちくしょう。あれ切ってくれたら俺手できてたのに。あれたねえば。ここは一歩後退。あって言って切るっていう。しょっぱだから第一手から間違えたのお前みたいな。これで全身。もう使えないですよこの辺り。もう使え安全だぞ。ここら辺安牌だぞ。あいつ端っぱいで待ってんぞみんな。安牌だぞ。違うよ。俺だってネモさんと同じドリーマーだから国士行くんだよ。重い空気外せるのに。あいけね。あいあいか。プレイヤー。これでリャンシャンテン。あー来るなこれ。ヘブンズドアが開くな今日。そうできねえな。プレイヤー。いやーこれ開くな。ドアが開く。プレイヤー。あっという間に。上がることができないでしょ。ヘブンズドアが開く。終焉ポートが来るよこれ。1112345678999でしょ。これは終焉来るな。ネモさん、そいつだ。ロン。あいつどういう吹かし方？間違えて泣いちゃった。何やってんだお前は。上がってたのに泣いちゃった。バカすぎ。そして当たりが。そういうやつ。泣いちゃった。マンゴー連打している。上がりボタン押しちゃった。泣いちゃったけどもう。もうダメだ。怪獣状態だ俺。ひもちゃん。ここでチー。上がってたのにミスって。ちょっと終わらせてやるよ。もう俺は上がれねえ。頼む。場に緊張感だよ。諦めんなはええな。こっから上がったらすごい。もう仕掛けも全部バレてんだ俺。まあ無理だ。少し場が落ち着いてきたか。ねえパピさんちょうだい。ちょうだい。はいちょうだい。これでそういうゲームじゃねえから。もう上がれねえよ俺。もう無理だ。俺もそれこの前やりましたからね。上がりをそっちして。カッコつけたのにネモさんそいつだって赤木やったのに俺。よーし。ひどいよ。そこは。マジかいっつ。うう。そこでリーチ。最後だしな。うるせえしね。おっとー。そこは取んない。ダメじゃん。当たり前だろお前。ダメか。俺だって。乗っちゃうの？乗った乗っちゃった。おいゼリだ。一発とかでかいでかい。上がり送った上に直撃食らうって俺どういうことなのこれ。交通事故にあったようなもんなんだけど。ひどいやひどいや。やった100円の差でパピさんに勝った。いやクソ。上がってた。はい、お疲れ様でした。勝ったかったな。面白かったね。上がってたのにドラハイまで開けちゃったトロさん。すごいこと。ありがとうございました。普
ざけんなしで、ね、最後ひどかったね、最後ひどかったね、お前カッコつけた挙句ドラ振り込んで地獄でもさ、そいつさ、あーもう上がれねえ悪夢みたいな、ひどい、ほんとしかもね、中途半端にテンパってっから甘いところこぼして交通事故ですよ、ドカーンですよ、オフセットショート一番ひどい、まさかすぐ出ると思う、一発で一発何あのカロさん一発多いっすよね。うん。今回多かったっすね。なるほど。あとなんかめったに聞けないっすよ俺。なるほど。気配の消し方が うまいのかね。なるほど。ですね。それもあるかもしれない。ああ面白かった。いい麻雀が取れた。いい麻雀でしたね。あ、あれでしたね。そうネモさんまた半チャンやりましょうよ今度。ね。そうね、やる。麻雀ルーム作る。楽しかった。まそうですね。麻雀面白いね。そうですね。麻雀ルーム作ろうぜ。ネモさんの見え見えの告知もクソ笑ったけどね。あれはねひどい本当に。だってもう初っ端の段階でさ、東南シャーペー白髪中半だもん、行くしかないだろそんなの。こいつ一 直線で告知来てんぞとか言って。いいピンと中ピンも来てるし。もうみんなにバレバレ狙うしかないだろう。バレバレさ。もう九死九敗来ない限り告知狙えないっすよね。うわ普通はね。狙えないね。もうちょっとネモさん気配消してちょっとしょうがないからもう悪運に頼ってやっぱり端っぱい切ったりとかして気配消さないと一直線で無理だよ。いや無理だよ、途中ですぐバレちゃうよ。そうそう、でも前半からバレてるよりさ、よくね国士出たところで振り込まねえよ。うわ、あげくリーチまでとりあえず区切ろうよ、リーチまでしてくれたら笑っちゃうんだけどな。オッケー、ネモさん大丈夫なんですか時間。ありがとう、ありがとう、そうだ、ね、あ、じゃあもう俺は行きますわ。はい、じゃあ録画終了する、はい、バイバイ、すげえ面白かった。ああ。じゃあこの部屋はマージャンルームにしよう。面白かった。そう、またやりましょう、ぜひ。うんうん。オッケーオッケー。じゃあお疲れっす。お願いします。お疲れ様です。はい、お疲れ様。はい、じゃあね、ありがとうね。バイバイ。バイバイ。